ラジオドラマあの世とこの世の狭間にて、作ハスタジン第35話。この頃米国では一向に沈静化しないインフレに端を発した暴動が国内で吹き荒れ、さらに大統領選挙で再びとんでもない不正が行われた。勝利宣言したのはまたしてもワシントンに居座る大量のドル紙幣を印刷しまくったならず者たちだった。今回はさすがにメディアもこの事態を黙認できず、ようやく真実を報道しだした。そしてついに大統領執務室をテキサスの空軍基地に移し、フロリダを拠点にした正当な大統領とワシントンのペテン氏の間で南北戦争以来の内戦が始まったのだ。今回はペンタゴンも分裂し、大半はテキサスにある基地内に移動した。この内戦でテキサス州はいち早く合衆国から離脱独立を宣言し、フロリダと北米大陸の内陸部もこれに続きテキサスと連携した。保守的なテキサス連合とリベラル共産主義者が支配する都市部の州に分かれ、各地で州兵および退役軍人による戦闘が繰り広げられた。こうして世界最強の軍隊の混沌と弱体化が進む中、日本の円による支えを失った米国のドルが暴落し、東西のバランスが大きく崩れ始め、第三次世界大戦開始のゴングが高らかに鳴り響いたのだった。冷静に考えてみると、西側では一応議会制民主主義というハードルが存在する。つまり報復のための核兵器ボタンは躊躇なく押せるが、先制核攻撃を決断するには国民を黙らせるというわずかだがハードルが存在する。ここに来て共産化を進めるリベラル民主党が金の力で勝利するかに見えたが、内戦が予想外に泥沼化し一進一退を繰り返していた。その点、民主的であろうがなかろうが、何十年も大統領が変わらない国では何の議論もためらいもなく、この先制核攻撃ボタンを押せる。国家が国民より優先される国の方が容易にこのボタンを押すことが可能なのだ。つまり芸人が大統領を演じていた国の国境を Z という文字が書かれた戦車が越えたその瞬間に、すでに勝負はついていたのだ。プーチン大統領はドル紙幣を印刷しまくるならず者が支配する政府に対し再三再四忠告をしたが無視され続けた。ロシアのような天然資源や穀物を輸出する国にとって、ただの紙切れと大切な原油や天然ガスを交換するなどという馬鹿げたことを永久に続けることは不可能なのだ。この非常な混沌が世界を暗く覆った時、残念なことは陰謀論で囁かれていた影の支配者ディープステートと呼ばれていた偉い奴らは、米国内での正当な政府の特殊部隊の攻撃ターゲットにされ、大混乱の中ことごとく逮捕されたり暗殺され、世界の終末を完全に見届けることがもはやできなかったことだ。そして長い植民地としての歴史を強いられたインドが西側に反旗を翻したように、欧米列強にいいように搾取された、中東やアフリカの国々や IMF によって蹂躙された小さな資源国がこぞって東側に味方したのだ。彼らは核戦争はもはや避けようがないが、東の先制攻撃の後瞬時に停戦すれば地球の半分は助かるのではないかと考えていたのである。そもそも米国国務次官 N 女子はロシアのプーチンを大統領の椅子から引きずり下ろし、シベリア送りにするためウクライナで綿密な作戦を準備した。プーチンの全面的敗北宣言、そのフィナーレはロシアによる限定的核兵器の使用だ。西側のマスコミはニュース原稿を作成し、プーチン氏の映像にかぶせて全世界にこのフェイクニュースを拡散する予定だったのだ。だが事実はロシアの圧勝だった。そのためNATO の予算の大半を握る米国のこの N 女子が報復核ボタンを握っているが、 N 女子が実際核のボタンを押せば、中国、ロシア、インド、イランは一斉に北米大陸に向けて長距離ミサイルを発射する。しかも
キルギスに駐留している中国軍は、ロンドンに最も早く着弾する核ミサイルを用意し、ためらうことなく発射する。だが、ミサイルを東西から撃ち合うことになれば、すべての西側のミサイルを完全に防御することは不可能なのだ。おそらく、地球上では、人々は住めなくなることだけは間違いない。この事態を避けるため、ロシアは、インドと日本の最高の頭脳を結集させて、西側の報復核攻撃システムを無力化する強力なサイバーテロを準備していた。地球上のすべての通信システムを一瞬にして完全に破壊し尽くす攻撃方法を研究していたのだ。こうして、ようやくにして、この時代に旧帝国陸軍が目指していた目的地、インパールがかすかだが見えてきたのだ。作戦半ばで任務を遂行できなかった日本兵が残した怨念が白骨となって蘇ってきた。残り少なくなったこの国の生き残りが満を持してリベンジを果たすその時が今やってきた。なぜ天皇制を廃止し国土の半分を割譲する見返りとして北の大国に服従し国連に核兵器の保有を認めさせたのか。答えは簡単だ。常任理事国でもない敗戦国にされた国家が核保有するとどうなるか。石油や穀物など全ての輸入を封鎖される。その答えが出たのがウクライナ紛争だったというわけだ。今さら木炭車を走らせるわけにはいかないのだ。だがウクライナを軍事支援し国内に米軍基地を置く国は当然ロシアからの標的になりうる。ロシアが国境を侵犯してなおかつ核使用をほのめかしても、西側諸国は、正規軍を一兵たりとも動かせなかったことが証明した。国境を、東側の戦車部隊が侵犯した時点で、すでに、西側の敗北は決定的だったのだ。当初、ロシア側と芸人の大統領との打ち合わせでは、ロシア軍が、形の上で、キエフを戦車部隊で包囲した時点で、ウクライナは、CIA を裏切って停戦に応じる手はずだった。年々のさばってくる邪魔者ネオナチのアゾフの連中をロシアに引き渡し、中立国として、新ロシア政府へと舵を切る予定だったのだ。だが、CIA の巻き返し工作で、ロシア側にパイプを持つ閣僚たちが殺され、停戦の道は閉ざされてしまったのだ。しかも、難民がなだれ込んだポーランドは、虎視眈々とウクライナ西部の穀倉地帯の併合を狙っているのだ。芸人の大統領は2階から降りる唯一のはしごを失い西側の言うヒーロー役を演じ続けるしかもはや道は残されてはいなかったのだった。この時点でロシアは軍を演習モードから戦闘モードへと変更せざるを得なくなったのだ。ロシア大統領はすでに用済みとなっていた国海最強の自国の巡洋艦が海の木図となっても逃げ腰の政府高官たちを切って捨て自分の決意が並々ではないことを示したのだ。この時この大統領の腹は決まったのだ。そして最終的には世界の4分の3を席巻した東側陣営に対し大英帝国の流れを組む数カ国の西側陣営に完全に分かれての睨み合いがしばらく続いた。西の大国はどうしてもウクライナの敗戦を認めようとはせず、ロシアに対する新たな経済制裁やそれに従わない東アジアに戦争の火の粉を振りかけて、より一層の緊張を世界中に敷いたのだ。フランス、ドイツ、イタリアなどは内戦で疲弊、凋落した米国に対し、大人の対応、すなわち、面従腹背の態度を示し難を逃れようともがいていた。その間にワシントンのならず者たちはウクライナを諦めようとせず何度も交換条件や譲歩案、和平案、停戦案をちらつかせメディアを使った懐柔策を試み裏では核ミサイルのボタンに手をかけていた。だがロシアはタルタリア帝国の滅亡から学びナポレオンやヒットラーに蹂躙された歴史からも断固偽りだらけの理不尽な和平案を拒否したのだ。西側の大国は先の太平洋戦争では戦争終結のためと言いながら非戦闘員しかいない東京や大阪を焼き払いさらに軍隊のいない2都市を一瞬で壊滅させたのだ。これは
戦争と呼べるものではなく、単なる無差別殺戮、虐殺行為だったのだ。まさしく、プーチン大統領が言ったように、ウクライナ正規軍が東部に住む新ロシアの自国民を殺したのは、紛争ではなく、軍に属する個々人の刑事事件で、犯人を検挙し、裁判にかける必要があるのだと。アメリカインディアンの州長は、騙せても多民族を束ねる国家の大統領には、ペテンは通じない。やがて、進軍ラッパが高々と鳴り響き、ついに先制核攻撃が許される唯一の国に核攻撃命令が降りた。その国では、非常事態宣言とともに、国家総動員法が発令され、奪われた、この国の魂に対する報復核攻撃という大義を果たすべく、残り少なくなった国民が一丸となって、大東亜戦争以来の最後の戦時下の状態に入ったのだった。それは、短期間に2億7千万本という膨大な新薬による大量殺戮から逃れた生き残りが、密かに天皇制復活をかけた戦いでもあった。国家の最高機密として、天皇家の Y 遺伝子を持つ男子が、海上自衛隊の高官として密かに温存されていたのだ。この高官が、リベンジの指揮を取るべく、大西洋上に展開する軍事演習中のロシア艦隊の中にいた。この先制攻撃は、あくまでも、先の大戦のリベンジ、つまり、相手が、戦争ではなく、非戦闘員の国民を無差別に虐殺しだしたので、やむなく、屈辱の無条件降伏に応じたことによる民族の生き残りをかけたリベンジなのだと。連合軍が東京を制圧し、勝利宣言をしたいのなら、ロシア軍がウクライナでやったように、東京を包囲し、人道回廊を設置し、非戦闘員をすべて除去してから、市街地での戦闘を行うべきだったのである。まさに、ロシアは、キエフに対して、最後まで、無差別の空爆はしなかったのだ。実は、大東亜戦争に突入する際、敗戦を見越していた日本の軍部は、満州国と朝鮮半島で、とんでもない核兵器開発を仕掛けていたのだ。戦後これを引き継いだ北朝鮮は、ソ連製の核兵器を、今のウクライナから持ち込んだ技術で完成させ、日本が完成させた極超音速小型ミサイルに、搭載可能な大きさになるまで、小型化に成功したのだ。さらに、小型極超音速核ミサイルを搭載できる極超音速攻撃戦闘機をロシアと共同開発することで、疫病の蔓延というプロパガンダでこの国を滅亡、寸前にまで追い込んだ相手国に民族の生き残りをかけて報復する道をついに選択したのだった。